くぜ。行くわよ。任せろ。うるさいな。何度も押さないでよ。イルス使ってるのか分かんないわけ。ああそうだけど、あんたら誰？配達の人じゃなさそうだね。面白そうじゃん。いいよ、入ってきても特別に時間を取ってあげるから。失礼するわ。たく、玄関にすら出迎えに来ねえとは。ようこそ 2B の時坂光先輩。同じく 2B クラス委員長ヒイラギアスカ先輩で、そっちは 1A の生島空か。私たちの名前を。お前が篠宮か。篠宮勇気。一応
森宮学園に所属している1年生さ。さて、どんな面白い話を聞かせてくれるのかな。不登校生徒への通知ね。こんなことされても全く無意味だってのにさ。ま、わざわざご苦労だったね。一応礼だけは言っておくよ。たく、先輩に対する口の利き方とは思えねえな。先輩は敬えって？たかだか一つや二つ年が違う程度じゃね。社会に出たらそんなもの何の意味もないことくらい今時小学生でも知ってるよ。ぐまあ。それより篠宮君、さっき私たちの名前を言い当てたこと、学園のデータベースにハッキングをしたのね。へえ。ハッキングってどういうことだ。簡単なことよ。エントランスで話した時、彼は私たちの顔すら知らなかった。なのにここに来るまでの間に私たちの名前とクラスを言い当てた。モニターに映った映像をもとに学園のデータベースに入り込んで調べたとしか考えられないわ。おいおい、完全にハッキングじゃねえか。そんな短時間でできちゃうものなんですか？そっちの先輩はなかなか頭が回るじゃない。お察しの通り、自分で言うのもなんだけど、これでも腕の立つハッカーでね。あちこちから情報を集めて、いろいろ役立たせてもらってるのさ。いろいろって。なるほどな。詳しいことはわからねえが、大方あのアプリにも何か仕込んでやがるってとこか。そうそう、神様アプリ、よく僕が開発者だって分かったね。ま、その点に関しては素直に褒めてあげようかな。情報ソースは別だけどな。まあいい、そろそろ本題に入らせてもらおうか。ええ、教えてもらえるかしら、あのアプリがどういう代物なのかを。ごっくり。ん？なんだよ、揃いも揃って真剣な顔しちゃって。まあ、ここまでたどり着いたご褒美に概要くらいは教えてあげようかな。神様の言う通り、種を明かすと、あのアプリにもハッキング機能が実装されてるのさ。悩み事が入力されると、アプリの AI がバックグラウンドでサイフォン内にサーチをかける。その個人情報をもとに使用者に合わせた適切なアドバイスを一瞬で自動生成してるってわけ。自動生成って、アプリがそれを全部やってるの？まあ多少結果にばらつきは出るけど、誤差の範囲だよ。個人のブログを持っている人もいるし、ニアーみたいなソーシャルネットサービスも流行ってるから、情報ソースには事欠かない。ネット上にある心理学のデータや悩み相談の類似ケースも照合してるから、精度はなかなかのものだと思うよ。簡単そうに言いやがって。そいつを実現するのがとんでもなく難しいってのは俺にだってなんとなくわかるぞ。でも決して不可能じゃないわ。それより高度な仕組みのアプリもないわけじゃないし。は？
こちらの話よ。いずれにせよかなり優秀なシステムエンジニアみたいね。おいおい、とてつもなく優秀の間違いなんじゃないの。何せ神様を作ったんだ。天才でも足りないくらいだね。ものすごい自信。話はそれで終わりじゃねえよな。それじゃああの予言の説明がつかねえだろうが。ああ、もしかして例の話？事故とか怪我とかのお告げが出て本当に起きたとかいうやつでしょ。一応調べてみたけど今のところ一度も再現性がないし、はっきり言って偶然でしょ。あのな、実際に俺のダチも事故に遭ってんだぞ。だから知らないって、単純に不注意じゃない。そもそも事故や怪我が裁縫アプリのせいって普通に考えてありえないでしょ。いや、的中しすぎるのも困りものだよね。お前な。なら普通じゃないことが起きていたとしたらどう？例えば別の世界からの何らかの干渉とか。はあ？あのさ、オカルト話ならよそでやってくんない？僕そういうのは基本的に信じてないんだよね。異界に関しては心当たりはなさそうですね。ええ、何かを隠している様子もない。ああ、なんかしらけちゃったな。ちょっと面白い相手が訪ねてきたかと思ったらとんだ期待外れだよ。はい、それじゃ話は終わり。とっとと帰った帰った。ちょっと待て、まだ。ゆうくん、いるよね。入っちゃうよ。この声は。まあ返事くらいしてくれたらいいのに。端末に夢中になるのもいいけど少しは外に。チワッス、お邪魔しています。あ、ユウくん、もしかしてお友達が来ていたの？はあ？ちょっと何を勘違いして。もうそうならそうと、なんで言ってくれないの。お姉ちゃん何の準備もせずに来ちゃったじゃない。あの、皆さんはユウくんとどういったお友達なのかしら。いや、その…わかった。今流行りのオフ会ってやつでしょ。ああ、もうユウくんたらお茶もお菓子も出さないで。待っててね、今。ああ、もういきなり来るなって言っただろ。とっとと帰れ。ほら、あんたらも。あ、ちょっとユウくん。いいから帰れ、頼むから帰ってくれ。あ追い出されちゃいましたね。やれやれ、今日のところは出直しだな。しかし意外と可愛いところもあるっつうか。ごめんなさい、あなたたち。せっかく来てもらったのに、あの子ったら本当にタレやで。大丈夫です、話も終わるところでしたし。
もしかしてあなたは。ああ、そうね。自己紹介がまだだったわ。ゆうくん、ゆうきの姉の葵と言います。そのお詫びと言ってはなんだけど、飲み物でもご馳走させてもらえないかしら。そう、じゃあみんな森宮学園の生徒さんなのね。そんな通知を届けにお手数をかけちゃったわね。いや、俺らも別件で用事があったもんで。別件？篠宮君が作ったアプリについて確認したいことがあったんです。残念ながら今日のところは収穫はありませんでしたが。ゆうくんが作ったアプリ？あ、もしかしてご存知なかったんですか？そうだったの。そんな人気のアプリをゆうくんが。そういえば職場の人も触ってるのを見た気がするわ。失礼ですが、お仕事は何を？実はこう見えても美術館の学芸員なのよ。アクロスタワー内にあるシノン美術館なんだけど。学芸員さんですか。素敵ですね。お近くの職場なんですね。そうするとどうして彼は一人暮らしを？そういや、あんな高そうなマンションに一人で暮らしてんのか。家賃とかどうしてるんすか？それはうちの父は省庁勤めの厳格な人でね。ゆうきはあの性格でしょ。昔からすごく折り合いが悪いのよ。それで今年中学の卒業と同時にいきなり独立するとか言い出して、父も勝手にしろとは認めちゃったの。どうやらネットで株をやってかなりお金を貯めていたみたいで、マンションの家賃なんかも問題なく払えてるみたいだけど、やっぱり心配で。よく様子見に行くんだけど、いつも鬱陶しがられちゃうの。やっぱり私の方がちょっと過保護すぎるのかしら。お姉さん。そんなことねえと思いますけど。少なくとも貧困法制な生活ではなさそうですし。だからあなたたちがあの部屋にいたのを見た時は本当に嬉しかったのよね。昔から何でもできるせいか周りを寄せつけないで、いつも一人でいたから、友達じゃなかったというのはちょっと残念だけど。そのすみません。でももう顔見知りですし、友達みたいなものですよ。私なんて同学年ですし。まあこれも縁だろうし、ちょいと気にかけておきますよ。ありがとう。気難しい子だけどよろしくね。いけない、もうこんな時間。市内で美術館の仕事が少しだけ残っているのよね。悪いけど私はこれで失礼させてもらうわ。そうですか、お疲れ様です。ごちそうさまっす。気にしないで。それじゃあまたね。行ってしまったわね。なんつうか
あの生意気小僧の姉ちゃんには全然見えなかったな。でも神様アプリの件、ますます放っておけませんね。へ、私一人っ子ですから、ずっとお兄さんとかお姉さんとか弟とかに憧れてたんです。なのに篠宮くんはあんなに優しいお姉さんを邪険に扱ったりして。早くこの件を終わらせて、一言言わないと気が済みません。なるほどそれには私もちょっと同意するわ。とはいえ、まだ異界との関わりが確定したわけじゃない。それを見極めるのが今後の課題となりそうね。ああ、明日は休日だし、改めて街を回って情報集めをすべきかもしれねえな。はい、引き続き頑張りましょう。そうだ、さっき言ってたユウくんが作ったっていうアプリ、せっかくだからダウンロードしてみようかしら。すごいダウンロード数、ランキングもかなりの順位だし。インストール完了っと。もうユウくんたら、こんなのお姉ちゃんに秘密にするなんて。何かしらこれ。遅いよ先輩。まあもうハッキングで調べたに決まってるでしょ。ていうかそんなことはどうでもいいんだって。調べてみたら、昨日の18時過ぎ頃にダウンロードされてたんだ。姉さんのサイフォンに神様の言う通りが。
ダメだ、やっぱり全然繋がらない。